皆さんこんにちは。今回のテーマは塩分を控えて高血圧を防ごうです。血圧とは心臓から送り出される血液が全身へと流れていく際、動脈の内側にかかる圧力のことです。血圧は心臓の収縮によって大きく変動し、通常最大値と最小値で示されます。高血圧の診断基準は、最大血圧が 135mHg 以上、最小血圧が 85mHg 以上です。最大血圧でも最小血圧でもこの基準を超えていると高血圧と判定されます。なぜ高血圧に注意が必要なのでしょうか。血圧が高い状態が続くと、血管は次第に厚く硬くなります。すると、血管本来のしなやかさを失い、血管がもろくなってしまいます。その状態が動脈硬化です。自覚がないまま動脈硬化が進行すると、脳卒中や心疾患などの循環器病を引き起こしやすくなります。高血圧の人は正常血圧の人と比べ循環器病の恐れが3倍から5倍になると言われています。脳卒中や心疾患などの循環器病は我が国の死亡、寝たきりの主要因となっており、注意が必要です。高血圧の主な原因は、塩分の摂りすぎ、野菜、果物をあまり食べない、肥満、運動不足、お酒の飲みすぎなど様々です。今回は、塩分の摂りすぎについてお話ししたいと思います。なぜ塩分を摂りすぎると血圧が上がるのでしょうか。塩分を摂りすぎると、体内に水分がたまり、血液量が増加するため、血圧が上昇します。では、1日にとってもいい塩分量はどのくらいなのでしょうか。塩分摂取量の目安は、食塩に換算して表します。1日の食塩摂取量の目安は、男性は 7.5g 未満、女性は 6.5g 未満とされており、平均すると約 7g 食塩を摂っても良いことになります。食塩 7g というと、小さじ1杯強です。小さじ1杯と考えると、少なく感じると思います。しかし、現在の1日あたりの食塩摂取量は、男性で 10.9g、女性で 9.3g となっており、平均すると約 10g です。食塩摂取目安量が約 7g なので、3g ほど多く食塩を摂っていることになります。食塩摂取量を今より減らし、高血圧の予防、改善をするために、塩分を減らす食生活のポイントを紹介します。塩分を減らす食生活のポイントは5つあります。酢、薬味、旨味を利用する。加工食品、インスタント食品は控える。醤油などはかけずに小皿でつける。麺類の汁は飲み干さない。減塩商品を利用するの5つです。ポイントを1つずつ解説していきます。減塩のために酢、薬味、旨味を上手に利用しましょう。例えば、きゅうりの調理法を塩もみから酢の物に変えると塩分を減らすことができます。
冷ややっこを食べるときに、生姜、大葉、みょうがなどの薬味を乗せると風味がアップし、かける醤油の量を減らすことができます。また、味噌汁を作るときに、だしをしっかり効かせることにより、溶かす味噌の量が減り、減塩につながります。加工食品やインスタント食品は、長期保存のために塩分が多く入っています。カップラーメンには、4.9g、袋入りインスタント麺には 5.6g、レトルトカレーには 2.6g の食塩が含まれています。減塩のためには、加工食品、インスタント食品は利用を控えた方が良いでしょう。醤油やソースは食品の上からかけるとついかけすぎてしまいます。小皿に入れ、つけて食べるようにしてみましょう。例えば刺身では、醤油をかけずにつけて食べることで、食塩を 0.3g 減らすことができます。また、とんかつのソースをかけずにつけて食べることで、食塩を 0.7g 減らすことができます。ほんの少しの量と感じるかもしれませんが、毎日の積み重ねが大切です。うどんやそば、ラーメンのスープをついつい飲み干してはいませんか？麺類の汁を半分残すことにより、かけうどんでは 1.8g、ラーメンでは 2.5g 食塩摂取量を減らすことができます。麺類は麺の中にも塩分が含まれているものが多く、塩分の取りすぎになりがちです。汁はなるべく残すようにしましょう。健康志向の高まりから、パッケージに減塩と記載がある商品が増えてきました。醤油や味噌など、毎日使う調味料を減塩に変えてみると、塩分量を減らすことができます。濃い口醤油では大さじ1杯あたりの食塩量がマイナス 1g、 味噌ではマイナス 0.4g となります。塩分を控えることと合わせて気をつけたいのが、野菜、果物を摂ることです。野菜や果物には血圧を下げるカリウムが多く含まれます。ほとんどの果物、野菜にカリウムは含まれますが、特に多く含まれる食品は、里芋、切り干し大根、キャベツ、バナナです。キャベツなどの葉物野菜は、加熱してかさを減らすと、たくさん食べられます。いかがでしたでしょうか？塩分を控えて高血圧を防ぎ、健康的な生活を送りましょう。次回は、冷え性を撃退しようをテーマに配信予定です。お楽しみに。次の動画では、血圧を下げるカリウムを多く含む里芋を使った簡単レシピを紹介しています。今回のメニューは、里芋とツナ缶のグラタンです。ぜひご覧ください。この動画が参考になった方は、チャンネル登録、いいねボタンを押してください。